人は前向きになれる瞬間、言葉に出会う。輝きエール。この番組は今日を愛するライオンの提供でお送りします。女優浜辺美波17歳、去年の日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞。話題の映画やドラマに次々と出演する今大注目の若手実力派女優。石川県で生まれ育った浜辺、幼い頃は両親が共働きだったため、いつも祖母が面倒を見てくれていた。厳しいおばあちゃんだったので、お箸の持ち方だったり字をきれいに書き方とか全部教えてもらってました。そんな祖母に何度も言われた言葉が今の活躍の原動力となっている。浜辺を支える言葉とは。よし、私の輝きエールは丁寧な仕事をしなさい。ばあちゃん、今日折り紙作ろうよ。今日は鶴作ろう。ここ苦手なんだよな。まあ最後なんとかなるか。よし、できた。おばあちゃん、できたよ。丁寧な仕事をしなさい。え、仕事っていう言葉の中にいろんなことへの向き合い方とか心の持ち方も丁寧にした方がいいんだなという意味が込められているんだなと思いました。言い合いできるのも今おばあちゃんくらいですね。今でも怒ってくれる大事な人です。浜辺美波が愛する今日という日が輝く未来へのエール。